塚本隆の今夜も眠らせないと。始まりました。塚本隆の今夜も眠らせないと。この番組は私塚本隆が皆様を眠りへ誘う魅惑の時間となっております。30分ゆるーく聞いていただけたら嬉しいです。そして本日はここバルコニアオキーステーションに YouTube にてお送りしております。また番組では年中無休リスナーさんからの2種類のおはがきを募集しております。まず1つ、お便りコーナーの内容はジャンル問わず、塚本隆にファンレター、番組に聞きたいこと、聞いてほしい悩みなど。2つ目、アダルTT、アダルTTのコーナーではタイトル通りアダルティーなご質問を受け付けております。はがきの住所はこちら、郵便番号 151-0051、東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-10-4 4階バルコニア塚本隆の今夜も眠らせないと宛てまで。概要欄にも住所を記載しております。また読まれた方には番組から感謝を込めたプレゼントもご用意しております。どしどしお送りください。皆様こんバルコニア、塚本隆です。作家兼マスコットのマサです。そして満身創痍の山本だ。あ、そしてそして大ファンの青柳だ。いや今日はね、はい、先週先々週と、はい、その前もか、あその前はあれだ、その前は違ったからね、はい、あの久しぶりの、ラジオということで、ラジオ配信ですね。山本さんと、はい、メンバーの山本さんと、はい、元メンバーの、はい、ケイチさんに、ケイチさん参加いただいて、はい、お邪魔してますね。尺使うっすね。あのね、やっぱり切り替えていかないと。あの動画とね、長い長い動画からのさ、やっぱりさ急に、あ、静止画なんだっていうのだとさ、やっぱりこう何、え、どういう感じってなるじゃない。だ、聞いてる人たちも、あ、今日は静止画なんだなっていうことで恋に集中していただきたいなと思って、うん、なるほど、塚本隆のという感じで始まりがさせていただきましたけども、はい、久しぶりのね、ラジオなんで。そうですね、なんか気楽に行きましょうよ。うん、で、トールも久しぶりだし、久々です。ケイ君なんかもっと久しぶりじゃん。本当に久々、ねね、いつ以来参加するの。この参加は初めてよ。あれ、ラジオ出たことないっすよ。出てない。マジか。一回もない。あ、ケイ君知ってる？ハンバーグ、ケイ君が食った、マックのハンバーガー食ったやつとか、あれ、今、新たにまた。新たにね、うん、俺もう一回見ておいた。改めてあれ見るとさ、すげえ食ってるよね、ケイ君ね。すげえ食ってますよ。うん。10個ぐらい食ったんだっけ？10個ぐらい食った。10個ぐらい。すげえ。すごいよ。うん。なんか響いてるね。でもなんであんな食えないんですかね。油だろ、やっぱ。あ、もたれ、だってケイ君なんかもう動けなくなっちゃってたじゃん。そうそう。あれ、あの日ペヤングも同時にやったんでしたっけ。同時。そうだ、同時。それもあるっすよ。だからもう胃がブレイクしてました。ブレイクだね。うん、まあ次は30個ということで。そうだね、やっていただきたい。新作でせっかく痩せてきてんだから、ね、もらっていいかな。やっていただきたいね、新しいのはね。じゃあ言いますよ。はい、 Today's History。こちらのコーナーでは私たちの番組配信日の土曜日、こんな記念日があったんだ、あんなこともあったのという情報をお届けするコーナーとなっております。3月18日。はい、ちょっとですね、ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください。あ、びっくりした。しれーっとゲームどっか行こうとするから。びっくりした。音が入ったら、いや音いいんだ、はい、別に、うん、3月18日、はい、何がありました。ちょっと、はい、あんまりピンとくるのなくて。いつもそうじゃん。いや今週はそんなプラス、うん、今週はちょっと見逃しちゃいけない日を、うん、がありましたので、はい、ちょっとこれは言っときたいなと。了解でございます。あ、これはもう買ったってのマサ君の希望でってことですね。そうです、そうです。わかりました。はい、何でしょう。期待しております。これはもう僕たちの日ですよ。僕たち、私たち男の日です。やらしい。男の日、おの日です。おの日絶対もうお前勢いでそういうのやめろ。おの日じゃないじゃん。、はい、ホワイトデー。出た、はい、だって多分広がんないぞ。だっていやだってさ、うん、バレンタインデーすらさ、うん、女っけないってわけじゃないけども、既婚者、はい、そうですね。でまあ彼女いるか、はい、ああそれ触れちゃいけないんだ。ほらな、今のでもう完全にもうさ、トールとも俺さ、はいはい、1ヶ月ぐらい会ってないじゃない、はい、だけどもうほら触れるなー、ほらすごいじゃない。いやだからなんでお前ホワイトデーよ。だからそれも含めて、うん、触れたいなと。あ、いいの、掘り下げていいの。いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。あ、いいんだ。ほらお許し出た。うん、
やっと。やっとじゃないよ、やっと。お許し出たね。お許し出ました。あ、じゃあ掘り下げていきましょう。まあ、まずホワイトデーの説明ですね。はい、2月14日のバレンタインデーにチョコレートを贈られた男性が、はい、返礼のプレゼントをする日、うんうんうん。皆さんご存知ですね。キャンディーとかだよね。そうです、そうです。ね、バレンタインデーのチョコレートに対し、うん、キャンディーやマシュマロ。ちょっと待ってください、ストッピング。キャンディーですか、キャンディーですか。ここにはキャンディーって書いてある。キャンディーなんですね。キャンディーなんですね。わかんないけども。英語は Y ついてるんですもんね。D だよ。キャンディー。キャンディー。キャンディー。だから。でもこれ完全に CD とかのあれじゃん。CD ですね。AV D とかのやつ。キャンディーはおかしいですね。ちょっとこれクレーム言っときます。俺じゃない。じゃあキャンディーね。キャンディー、はい、キャンディーやマシュマロをお返しするのが一般的になっている。はい、日本でバレンタインデーが定着する。ちょっとストッピング。はい、バレンタインデーでいいんですね。はい、 D じゃない。違う違う違う、それは D じゃない。これはいいんだ。それはいい。わかりました。尺使うね今日。続けて。日本でバレンタインデーが定着するに従って、はい、若い世代の間にそれをお返しようとするという風潮が生まれた。はい、これを受けたお菓子業界では、うん、昭和50年代に入ってから、うん、個々に独自の日を定めて、うん、マシュマロやクッキー、キャンディーなどを、はいはい、お返しの贈り物として宣伝発売するようになったということですね。うん、はい、でこの動きを、うん、キャンディーの販売促進に結びつけ、うん、全国アメ菓子工業協同組合、はい、全アメ協、はい、が、関東地区部会からしいですね。ホワイトデーとして祭事化した。そして1978年昭和53年、うん、全アメ会の総会でキャンデーを贈る日。ちょっと待ってください。ストッピングでお願いします。なんで？ストッピングでお願いします。厳しい。キャンディーですね。キャンディーです。キャンディーですね。キャンディー、失礼しました。はい、キャンディーを贈る日として制定され、はい、2年の準備期間を経て1980年昭和55年に第1回ホワイトデーが開催された。あ、ホワイトデーを3月14日に定めたのは、はい、269年2月14日、うん、兵士の自由結婚禁止政策に背いて結婚しようとした男女を救うため、バレンタイン司教が殉職し、うん、その1ヶ月後の3月14日にその2人は改めて2人の永遠の愛を誓い合ったと言われていることに由来するとですね。あ、なんかじゃあそのなんていうの、切り札だったんだよね、なんかね。そうです。なんかこれ結構調べたら、うん、バレンタインって、うん、やってないですよね、ラジオで。やってなかったね、だからね。やんなかったですよね。うん、いや、バレンタインって、うん、結構なんかこうシビアな、あ、そうなんだ、日っぽくて、結構なんつうの、この政治絡み？いや、戦争ですね。あ、だから兵士が恋愛すると、うん、戦いに行かなくなるから。確かに。うん、だから、うん、その期間って、うん、恋愛を禁止されたらしいんですよ。兵士はね。兵士は。うん、だからその中でバレンタイン司教っていう人が、うん、その恋愛を陰でこそこそやってたらしいんですよ。あ、それがバレて死んじゃったらしいです。殺されたってこと？殺されたに近いです。へえ。あ、結構深いんだね。そう、深い話。あ、だってほら、処刑された日がって書いてある。そうです、そうです。うん、まあ、続き読みますね、うん。バレンタインデーのバレンタインとは、はい、バレンタインの日ですね、これは。2月14日の日ですね、うんうんうん。3世紀のローマのキリスト教司祭であるバレンティヌスという人物に由来します。うん、どのような人物だったかというと、当時のローマの帝国は、兵士たちがなかなか戦争に出たがらない理由を、彼らが自分の家族や愛する者たちのもとに去りたくないからだと考え、若い兵士の結婚を禁じていました。うん、そんな若者たちを憂いた聖バレンタインは彼らを密かに結婚させていたのです、うん、当時ローマ帝国ではローマ国教という宗教が優劣で、キリスト教徒だった聖バレンタインも改宗を命じられたものの拒否したため投獄され、ついには処刑されてしまいました、うん、この聖バレンタインが処刑された日が西暦269年の2月14日ということです、うん、深くないですか？深いね。いやだからもうこれは言いたいと。確かに全然知らなかった、うん、でもだから1月14日もあったよね、愛を叫ぶ日だって。そうですね、はい。でもそれ後付けなのか、だから1月14日とか3月14日っていうのは、だからそもそもの2月14日のこのバレンティンさん、はい、バレンティン？バレンティヌスさんの処刑されちゃった日を愛で包もうぞと。そういうことですね。知らなかった。すごい活動ですよね。確かに、うん、
まあ、だから言われてみればそうだよね、確かにね。もう世界が、ね、恋愛禁止だったと。そういうことだよね。戦争してたからね。戦争してたから。あ、深いな。なんでテンション下げるの、そうやって。いや、の中でですよ、はい、山本さんは、はい、もう今そんなのがないから、レッテルが、ね、今の時代は。確かに。バンバン恋愛してるっす。そうか。そういうことか。平等です。みんな平等。みんな平等。老若男女。山本が大麦にいたか。もう僕が公表しますが、はい、恋愛してます。してる。はい、え、じゃあ3月、え、2月14日にまずチョコレートもらったわけでしょ、彼女から。まあ、もらったことに しましょう。おいえおいえ。で、3月14日にはちゃんとキャンディーを返したと。キャンディーですね。キャンディーかマシュマロって。まあ、まあ、キャンディー、マシュマロではないですけど、似たようなものは。何を返したんですか。まあ、洋菓子ですね。洋菓子。洋館。なんか。洋館は洋菓子じゃない。カステラ。みたいなやつですね。みたいな。スフレ。バームクーヘン。スフレ。あ、バームクーヘン、スフレ。ふわふわしたやつじゃない。鳩サブレ。そう、そう。カシカシはしてないです。違うんだ。だんだん離れてきちゃいます。へえ。あ、でも、え、そのしきたりはやったの、トールは。これガチな話で。あ、一応ホワイトデーっていうのはやったんだ。はい。へえ。バレンタイン秘話があるんですよ、山本も。聞きたい。いや、そこはもう、あの、来年行きましょう。え、ちょっと待ってよ、1年越しになるんですか。山本のバレンタイン秘話は1年飛ぶの、うん、その相手の子が、はい、バレンタインぜひしたいということで、うん、家の前まで行ったらしいんですよ、トールさんの。トールさん、うん、そしたらヤマモンは拒否したらしいっす。なんだちょっと待ってよ。言い方が悪いよ。いや、ちょっと短く説明しようかなと思って。そうね、うん、なんで拒否したの。いや、ちょっとお休みの時間だったみたいですね。いや、言うて10時とか11時ですよ。いや、夜のあのさ、まあまあ、まさからさ、まあこう、なんていうの、人づてっていうんですか、はい、で、ちょっとトールさんのその恋愛事情聞いてますけど、私最近、はい、もうトールさんさ、愛がないよね。私もそう思います。本当に、はい、あの、長いこと一人でいちゃった分、うん、あの、相手に全然寄り添ってない恋愛してるよね。私もそう思います。よくだから、その彼女がもういいよ、別れようなんて言わない、うん、強いっていうか優しい子なんだなって。本当に懐がすごい大きいですよ、うん、おい、トール早くこっち戻ってこいよ。うわでもさ、もうまさから聞いてると、もうわがままのただのドラ息子じゃん。あ、そうですね。ね、味方を変えればわがまま。せっかくさ、彼女からさ、ね、会いたいって言ってさ、うん、この日どうって言ったら、うん、あ、その日飲み会、あ、じゃあこの日、あ、会社の飲み会、いや飲み会終わってから会おうよとか、このぐらいの時間になるかもしれないけど大丈夫とかさ。そうですよね。何こいつ、うん、みたいな。おっしゃる通りです。すげえドラ息子じゃん。いや、めちゃめちゃすごい。おっしゃる通りです。うん。だ、え、会いたくないの、もうそもそも。好きじゃないの。会いに行きます。出た、もうほら、口ばっかりだよね。本当に。いや、あの、面と向かってこうやって話せばさ、口ばっかりだもん、本当に。やめてあげて。ねえ。やめてあげて。ねえ。かわいそうで仕方ないよ、彼女が。そうですよね。うん。それは思いました。歩み寄ってくれてんのにさ。うん、なので私も歩み寄ろうと思いました。いや、絶対それ。でも俺に言われたからとか、俺とこうやって話したからとかっていうのやめていただきたいよね、本当にね、はい、自分からのこの意思でさ、うん、愛を育んでほしいよね、恋愛してほしいよね。愛を探しに行きます。愛を取り戻しちゃうほうがいいよ、もう。北斗の拳ですか。言うはショックだよ、本当に。いや、本当ね、まさから聞いてる話だと。いや、そうなんですよね。わがままドラ息子じゃん。まあでもこういう形も僕らは知らないだけで、もしかしたらあるかもしれない、うん、愛の形なのかもね、これも。はい、もしかしたらそうやられている彼女も。そうなんですよ。もうトールさんってなんかすっごい気持ちいいと思ってんのか、はい、でトールもそうさせてあげてる、うん、ね、これプレイなのか。プレイです、これは。完全にプレイです。じゃあ続けた方がいいんじゃない。うん、ね、どっちなんですかね。ただ本人はそんな子側ですね、うん、あの、ちょっと寂しかったです。そうだよね、いい加減ね。はい、はい、でもそのプレイはもうほどほどに。はい、そうですね。そうですね。はい、すいませんでした。いやいやいや、でもまあ洋菓子をあげたということで、ホワイトデーには。はい、うん、歩み寄ったんですね、少しは。これから歩み寄っていこうと思います。そうですか。これからだからいろいろな出来事というか、はい、そういう祝日というかね、はい、恋愛にまつわる、はい、来るじゃないですか、はい、いろいろとね、その都度ちゃんとあの聞きますよ。もう、うん、あの、先陣を切って手を挙げます。はい。聞かれる前に。はい。もう山本も絶対参加必須。そうだね。なんかそういう出来事の日は。そう。
で、こういう日はめっちゃコメント欲しい。あ、確かに。リスナーさんから。トールに欲しい。だから、トールさんにもっとプレッシャーをかけて欲しいっすよ、ね。確かに。怖いね。そんなんじゃダメよとか、私もその気持ち分かりますとか、あるじゃん。確かに。いろんな、だから、ね、やっぱ恋愛の形があるわけだから、うん、ね、なんか、束縛じゃないけど、そこまでされると、ちょっと、僕も私もきついですみたいな、トールに同感の人もいるんじゃない？いや、いるんじゃないですか。ね。もっとこうした方がいいとかあれば教えてほしいですし。確かに。いや、本当に思ってる、ね、思ってます。本当に思ってます。うん、もう本当、なんか、どんどんこいつが嘘つきに見えそう。いや、嘘ついたことはないじゃないですか。なんか、あの、恋愛というか、彼女ができてから、その、なんつうのかな、俺らと会ってない、男友達と会ってない、トールが見えてきてるわけじゃん。はいはいはい。ピエロだよ、こいつ。道化師だよ、本当に。ね。だって、僕らの方が合ってるっすよ、多分、山本と。ひど。うん。なんか、その女の子は、僕に言うのは、どうしたら山本と会えるのかがわからないと。うーわ、もう、彼女じゃないじゃん。付き合ってないじゃん。うん。どうやったら会えるっておかしいな、話を。泣いてる。いや、彼女の方が泣いてるよ、絶対、そんなの。ね、これもう聞いてるかもしれないし、ね。いや、絶対聞いてるじゃん。まあでも、今ガッツポーズしてるかもしれないです。よく行け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 。だって、毎週聞いてるって言ってたからね。いや、だからね、せっかくマー君がこのホワイトデーを3月18日に Today's History で選んでくれたわけですから、はい、これからちょっと山本さんの恋愛事情もちょっと追っていきたいなとも思いますし、このバレンタインデーがこんなに深い日だったということもちょっとね、はい、初めて知ったので。はい。はい、ありがとうございます。そしてですね、まあ、日は変わりまして、土曜日の3月18日ですね。はい。誕生日の方おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ次のコーナーいきます。本日の子守歌。本日の子守歌は、はい、信じられない話をしてください。もう本当に山本さんもう大丈夫です、大丈夫です、もう十分話していただいたんで、それは繋がるね。いや、そんなつもりないですよ、僕は。本当にだってさ、はい、付き合うの、付き合わないの、じゃあお互い好きなんでしょっていうのを僕ら目の前で見てる。目の前で見てる、ね、で、じゃあ今日境になんかきっかけじゃないけども、はい、付き合おうか、よし付き合おうっていうのを目の前で僕ら見てるじゃない。そうですね。その日からまだ3ヶ月ぐらい、もっと経ってる。もうだから、もうですよ。にあれちょうどクリスマスぐらいだったんで、スス4ヶ月ぐらい経つか。そうですね、3ヶ月かな、ちょうど。そんぐらいだよね。で、デートは2回か3回、ね、してるでしょうね。いや、もう2回3回どころじゃないね。ですよね、普通だったら週1ぐらいだな、うん、お互い何回デートしてる。そんなもんですよ、2回。え嘘でしょ。1回4ヶ月で ?3 ヶ月で2回。え、嘘つきって言われるよ。うん、聞いてるよ、これ。1回で、ファイナルアンサー。今の音量下げといて、俺の。はい、そうですね。え、僕が知ってる限りですよ、うん、ゼロです。え、うわ、ひどいね。付き合ってないじゃん。認識のズレがありますよ、彼。本当に。はい、飲みには行ってるんですよ。あ、でもさ、でも僕とかがいるんですよ、ま、前も聞いたじゃん、はい、そのお酒なくして会いたいと、はい、トールはね、はい、トールの言い分としては、はい、毎回だからお酒が絡んじゃうから、そのなんつうの、アルコールが入ってない時に、はい、彼氏彼女として会話がしたいと、うん、だからお酒は嫌なんだっていう話を聞いたじゃない、うん、それをちょっと含まなかったら、はい、ゼロ回ってこと。そうですね、はい。もう付き合ってないじゃん、それ。もう信じられない話だよ、これは。俺もうトール改造計画、信じられません、私も。そうですね、うん、トール改造計画発動ですよ、これ。え、なに、そのトールさんにもやっぱり言い分があるわけなの？ないです。ないの？ごめんなさい。ないの？ないです。だって、え、じゃあそもそももう、じゃあ会いたくないの？会いたくないともちょっと違うんで、うん、何とも言えないんです。え、なに、空気でいてほしいの？理想はそうですよね。あ、じゃあある意味純愛なんじゃないの？逆に。いや、僕はそうだと思ってるんですよ。うん、だから、なんだろう、決まり事の日だから会おうよとか、こういう日だから会おうよとか、なんだろう、あ、
なんかプロミスが嫌なの？約束すんのが嫌なの？約束は苦手です。あ、え、俺らとは約束するのに？それはやっぱ仲間と彼女ととかいろいろ関係で変わるじゃないですか。どうせなら俺らをちょっとさ下にしてさ、ね、彼女を優先していただきたいぐらいなんだけど、はいはい、心がけますえ、だってかゼロってゼロですね。これ信じられますか？いや、僕はアンビリバブルですよ。だよね。はい。え、ケイ君はどう思う？肌から見て。だってケイ君だってさ、もう何十年彼女いない？21年。おお、マジですか。で、今もし彼女がさ、改めてできたとしたら、より一層その21年で培った男としての、あれをちゃんと駆使して大事にするよね。もちろんですよ。だからトールも何十年もいなかったわけじゃん。まあ、十何年か。そうでしょ？え、その思わないの？優しく、なんか、してあげようとか、うん、優しくとも違うのかな。逆にですよ、うん、自分のことで思いますよね。彼女できたからよしディズニーランド行きたいとか、はい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 、この子と何かを一緒にしたいっていうね、うん、カラオケとか行かないの？行かないです。行きたいと思わないの？思わないです。え、ドライブとか思わないです。何がしたい？じゃあ彼女と今それ聞きたいですね。一番家でまったりでもいいし、え、難しいですね。難しい。わかんないです。ないです。え、そもそもそうだ。前の彼女もそうだったの？それが問題だと思われてます。あ、なるほど、ね、僕も思ってます。あ、信じられない。え、俺なんか戻ってきて、たかしとドライブ行きたいなと思うけどね。いや、俺彼女どうせちょ、たかしドライブ行こうと思うけど。いやいやいや、俺はお前の彼女じゃないけど、でもいや、でもそれがね、ことね、異性だったらさ、うん、もっとよりさ、じゃあ行ってね、なんか綺麗な夜景見に来たりとかさ。そうですね。女の子としか行けないところ、フルーツパーラーとか行けないじゃないですか。確かにね、男とかってだけで、うん、そういうのありだね。うん、あと屋形船とか。あ、いいね。男だけで言ってちょっとキモイキーじゃん。確かにね。モイキーね。うん、夜景見に行ってもいいんじゃないですか。そう、夜景イルミネーションもそうだし、温泉行ってさ、浴衣着てさ、ね、とか、うん、内風呂があるとことかさ、うん、え、なんかそういう夢膨らまないの、彼女との。まあ、もしかしたらトールさん自身が久々の恋愛すぎて、うん、まあ、ちょっと引いてるのかもしれない、うん、まあ、どうしたらいいのか分かんない部分があるのかもしれないけれども。いや、こいつのこれ見てると違うよ。もうそもそも恋愛感情じゃないもん、なんか、うん、いや、そうなんですよ、多分、え、ない、じゃあ究極の話、彼女っていうものが重い。これもし女友達だったらもっと気軽に。あ、それはあります。あ、じゃあ一旦お別れするここで、このラジオ通してこれ聞いてるよ、彼女。これね、絶対、うん、YouTube 通してお別れ話する人初めてかもしれないです。でもその方がトールの気持ちが楽になるんならば、うん、いや、でもあの3日ぐらい前に変わりました、私は。どうか、具体的に。ホワイトデーの日ですよね。そうそうです。そうだそうだそうだ。たまたまですよ、うん、あの彼女に会いに行ったら、うん、マサ君がいたんですよ。そう本当にたまたま、はい、あって、で、まあ1時間ぐらい説教されてマサ君に、まあ、こんな感じの話を、うんうんうん、そこで私は心を改めようと思いまして、うん、はいはいはい。なんでちょっとこれからちょっともうちょっと見ていただけたらなと。わかりました、思います。期待ですね。今までのプロセスは俺も信じられないから。そうですね、信じられない。だからもうこの子守唄で言うと信じられない話これがまさに信じられない話だね。そうでしょ。これ何、お前の話とかも聞く？これ、いや、もう俺の話だけど、俺の信じられない、ちょ、山本だけ聞きたい。あ、確かに、トールの信じられない話お願いします。お願いします。いや、1週間に2回も同じことでめっちゃ説教されるのが信じられないよ。ほらいや、もうそういう生き方をしてるお前が悪いです。そうですね、そういうことだ。ありがとうございます。はい、お便りコーナー。今週もたくさんのおはがきをありがとうございます。
眠らせナイトのお便りコーナーでは、お便りコーナーにてハガキを読まれた方に素敵なプレゼントをご用意しております。こちらのコーナーのハガキを読まれた方はラジオ投稿とは別に映像付きの限定収録動画をプレゼントしております。ハガキを読まれた方は限定公開 URL を配布させていただきますので、こちらのチャンネルの公式インスタグラムがございます。ギャッパーズチャンネル公式アカウント @gapperes_ch@gapperes_ch、 こちらのアカウントまで当チャンネルのラジオネーム通称 TT ネームとハガキをお送りいただいた消印を添えてダイレクトメッセージをお送りください。東京都でしたら東京都何々区、他の県でしたら何々県何々市をメッセージに添えてお送りください。限定動画の URL をご返信させていただきます。それではお便りコーナー行ってみよう。お便りコーナー、お便りコーナーでございます。なんかこう2人でやるのも久しぶりですね。そうですね、はい。まあ、一応神の声が天の声がいるんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですよ、はい、あのまさくんの、たっての希望で人数が多いので、うん、先週の、まあ、なっちゃんとの、はい、コラボに引き続き、はい、アダルティティになってるということで。アダルティティでございます。で、はい、めちゃくちゃ過激です。うわー、先に言っておきます。男盛りの、はい、はい、あのだからなっちゃん回ではこれは出せませんでした。おーいえ、さすがにちゃんと答えていこう。さすがに出せませんでした。俺ももう今日ヒョウ柄だからね。ちゃんと答えていただけます、はい、いやもう、はい、切り込んでいきますよ俺も。あ、切り込んで今日は。でちょっと2枚あるんですけど、はい、まあちょっと時間の尺で盛り上がっちゃったら1枚になっちゃうんで、はい、とりあえず1枚目からいきますね。先入れてこう、はい、あれこれ入れてこう、はい、いきます。はい、 TT ネーム恋するド M さん、すごいね。たまらんな。たまらんな。そっからしてたまらんな。たかしくん、まさくん、コンバルコニは。コンバルコニは。じゃあ、トールさんもケイくんもコンバルコニは。コンバルコニは。眠らせナイトで眠らせてもらえる土曜日を今か今かと待ちわびていました。今夜はぐっすり眠りにつけそうですか？それとも興奮して眠れないとですか？楽しみです。さて、お二人に質問です。くしゃみって、に達するときの感覚を似ているという情報を聞いたのですが、実際どう思いますか？何情報ですか？意見を教えてください。素敵なトークいつもありがとうです。何情報ですか？すごい、初めて聞いたっすわ。あ、じゃあそれで言うと、はい、僕はあの雑学というか豆知識あるじゃないですか、はいはいはい、くしゃみの速度、おお、はい、どのぐらい、え、どういうことですか？くしゃみの風速、音、そう、風速、風速、まあそれを時速でもいいけど、2キロ。え？え、もっと早いんですか？そんなあるの？え、どっち？え、風速10メートルとかそういうことですよね。まあ、風速ではないけど、まあまあ、時速、え、音？風速。エクションって音か。スピードよ、くしゃみのスピードって考えて、漠然と。スピード？うん。結構速くないですか？だって。鳥ぐらい速くない？鳥と比べる？鳥の種類にもよるな。くしゃみの種類にもよるけど、俺はフィアっすよ、多分。あ、でもくしゃみの種類にも本当によるね。あの、飲み込むくしゃみの人もいるし、バシャーっていう人もいるじゃん。まあ、大抵の中でくしゃみの、その、うん、速度。何々と同じぐらいってこと。ああ、それで例えようか。それでいこう。俺、鳥です、鳥。鳥ね。鳥は？新幹線。うん。鳥は、ね、同じぐらい。でも鳥と新幹線同じぐらいじゃない、多分。鳥、お前何百キロも出るか。うん、出ない。ケージは？俺意外と原付ぐらいじゃないの。ああ、原付の法定速度ってこと？40キロぐらい。40キロぐらい。くしゃみの速度、新幹線より速いです。マジですか？はい。のぞみ光より速いです。時速300キロ超えるってことですか？これ、まあ340ぐらいかな。やっぱり速い。速いじゃん。はい、それが、に達する時の風と似ているらしいでございますよ。マジか。という情報を聞いたということなんで、はい、でもくしゃみをした後って、わっしゃ気持ちいいって思うか。でも似てるかも。あ、そう。なんかビーンってなんないですか？どこが？エクシェルってやったってビーンって。気が抜けるというか。え、でも俺ビーン、俺の場合はビーンじゃなくて、はい、なんかクソって気持ちになっちゃうんだよね。あ、だからあのくしゃみするときって掛け声を言う人？ヘクシュン。ヘクシュン。え、その前ですか？いや違う、ヘクシュンっていう、そのヘクシュンをヘクシュンっていう人？言います、言います。ヘクシュンっていうの、うん、トールは？同じく言いますね。ヘクシュン、はい、ヘクシュンみたいな。ヘクシュン。ケジは？ヘクシュンみたいな感じ。あ、おじさん系だ。俺はもう、あの、くしゃみが出る前触れってわかるじゃない？はい、だから、その言葉を考えておくの。うん。
だから、最近で言うと、あ、なるほどね。俺ね、あの、大体、最近花粉多いじゃん、はいはい。でも花粉症ではないから、うん、でも、くしゃみが出るタイミングだったりって多くなるわけじゃん、この時期って。だから、くしゃみする回数も多いから、最近で言うと、俺、エグゼクティブプロデューサーって言ったね。どういうことですか？長っ。じゃあ、再現してください。もう、出るの分かるじゃねえか。もう、エグゼクティブプロデューサーって言ったら、絶対嘘だ。言うよ、俺マジで言う。マジですか？マジで言う。1時間やったらね、でもそういう、ね。俺、本当に言う。一人でマジで言うから。その後なら言うっす。え、早くし、もうとか。ああ、わかる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 。その、もうって言いたくないから。なるほどなるほど。その、もうっていう気持ちになりたくないから、もう全部吐き出すわけ。早くし、もう、息が足りないよ。だから俺言うのよ。なるほど。うん。やってみよう、それ。だから、その、なんだろう。前も言ったね。あ、これ回ってない時だ。ラジオの時じゃない時。うんうん、豚キム納豆を食べた時に、はいはいはい、キホトイレでした時に、はい、くしゃみを催した時に、あの、キホする時って気持ちじゃない、はい、だから、ああ、もう、キムチっつって俺はもう、くしゃみをしたよね。ああ、キムチっつって。気持ちいいとキムチのコラボレーション。豚キムを食べた後だったから。え、じゃあ豚キムも行ったんすか？間違いない。ああ、うん、すごいな。だからそんな感じで俺はだから、というよりは、なんかもうってその分かる、うん、その、はいはいはい、アクションもうっていう風に言いたくないからもう全部吐き出したい、解放、そうだから、うん、このなんつうの、上に達した時の感覚ではないね、俺は。まあ、上に達した時言わないですもんね。言わない、俺エグゼクティブプロデューサーとは言わないね。それ言ってたらやばいっす。やばいね。あーやばいね。あ、でもそれもありかも。いや、ないないない。なしです、なしです。どんなプレイヤーやばい。あー、なんか、どう、感覚はわかる？なんとなくわかる。あ、そう、うん、その時と似てる？くしゃみは。いや、その、くしゃみした後の脱力感、そう、腰抜ける感じ、うん、脱力感の感じじゃない、多分。それはでも、その後じゃん、まあ、タイムじゃん、それタイムになっちゃうから、うん、その時ではないよね。まだ別物は別物ですよね、そりゃ、うん、だって違うもんだから、まあ、くしゃみした気持ちよさっていうので考えたら、うん、どうなんだろうね。そのだから生理現象じゃん、うん、あのくしゃみとか咳とか、あと何がある、しゃっくりとか、うん、うん、だそれでなんか気持ちいいっては思わないな。まあ気持ちよくはないよね、別に。だ無理にくしゃみしたくないですもんね。確かに、うん、咳もしたくないし、無理にはしたいけど。あ、そこに繋がるんだ。繋がるっすよね。そうか、うん、あ、じゃあ深いね。深いっすよ、これは意外と。でも分かんない、これ女性でしょ。確かに、か女性と男性でも、だから女性のそのなんか一瞬の あれはねえ、に女性の感覚分からないじゃない、うん、そうね。だから女性に似てんのかもね。女性のその時に達する時の感覚と似ているのかもしれないね、うん、男性はないな。ないですね。な、うん、ない、ないな。ちょっとこれは同意できませんね。そうですね。腸は、あ、じゃあ、はい、ことを返して腸の時って何に似てる。いや、僕はそれ今言おうとしたんですけど、はい、何にも言い表せれないスペシャリティな存在です。はい、確かに、ね、唯一無二だから、それをもう一回求めて、あ、じゃあ、うん、汚い話、汚くないけど、うん、あの、わけじゃない、はい、わけじゃない、はい、の含まれてる成分、はい、何が含まれてると思います。え、これ露骨に言っていいんですか。いいよ。液、うん、まあまあ、そういう液、はい、まあ、あと少なからずも混ざってるっすよね。あ、ね、はい、うん、で、そのぐらいかな。お前はそれ、それ以外なんか汗。汗、うん、そんなもんじゃないですか。以上。いや、俺思い浮かばんな。 90% 以上は成分なんですよ。はい。どういうことですか。体内にあるってことですか。そのなんつうのかな、ドーパミンみたいな、うん、うん、快楽の成分、だからやめられないでしょ。なるほど。あとその感覚、お前が今言ったように何にも変えがたいみたいなもんじゃん。
あの感覚をもう一回欲しいみたいがためにやるわけじゃない。だから、その例えば子孫を残すための成分は 10% もない、うん、ああそれは聞いたことありますね、うん、入ってるのはね。しかもその場で作られるんですよねあれ、うん、なんか貯めるとかっていうのが噂らしくて、うん、で出す時にちょうど混ざるみたいな。あだから貯めるもんじゃない、うんうんうん、だから溜まってるのは液だけ、はいはいはい、みたいですよ。だからよ 90% 以上は成分ですということですな。じゃあ女性と男性って違うんですね。だから違うと思うよ。だって女性は何回でもできるとか、ね、感覚が短かったりするじゃない、うん、考えられないでしょ男性に。まあ厳しいよね。そうでしょ、うん、それで言うと僕の豆知識1個あるんですけど、はい、タイム、あいやいやいや、これってマジ動物学的な部分らしくて、はい、女の人とやってる時に無防備になるじゃないですか、はい、うん確かに。そういう時に行くとその後こう防御体制に整える、あ体を男性が守らなきゃいけないから、うん、だからそのエロが全くなくなって敵を見るっていう。弱肉強食の世界で言ったらな、でタイムって敵を見る時間なの。そう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 、動物でいう。むしろだからもうその前の出来事とかをすぐ忘れられるような感覚になる。そう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 、だから興奮してる、うん、まあしてるほどタイムが長いらしいんですよ。あで興奮してない作業的な時って守れるじゃないですか。確かに、こう周り見ながらやってる時って確かに確かに確かに全然防御できてるからタイムが存在しないらしいんです。そうか、だからいっぱいしたい人は興奮しないことらしいです。ああ。はい、それは一人の時もそうらしいです。興奮した一人の時ってキッチャータイムが長くなるらしいです。確かにもういいや、はい、もういいやってか しばらくみたいな。そうです。ただ作業的にやると短いらしいですキッチャータイム。わかる、はい、なるほどね。でもうちの K 君は2時間とか言いましたキッチャータイム。違う、えプレイ、プレイか、もう殺されてるっすね気づけてる、食われてるね、はい、いやなんなら一生ついていられるんじゃないですか、これ。はい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 、はい、だからもう男優になった方が良かったんだろう。そうですねえ、キッチャータイム長い方ですか短い方ですか。多分短い。あ、だから2時間の割に興奮してないんですよ。そうだから興奮しないからこそ2時間とか4時間とかできちゃって、ね、無防備の体操取れる時間が長いんですよ、うんうん、裏を返せば、うん、常に周りを見ながらそういうことができているっていうことなんですね。そういうことですね、かもしれないね。そうですよね、周りに何か危険がね、うん、来た時に瞬時に対応できるようにっていう感覚がどっかにありながら、うん、プレイをしてるのかもしれない、ね、ボディーガードタイプってことですよね。そうだね、まあまあ僕のボディーガードわ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。じゃちょっと盛り上がりましたんで一通で一通でいきましょうか。盛り上がっちゃいましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。次回もお楽しみに。はい、はい、アダルティティ、盛り上がっちゃいましたね。盛り上がっちゃいましたね。はい、はい、いやまあ男の子揃うとね。そうですね、やっぱね盛り上がっちゃいます。いくらでも出てくるっす。出てくるわ。もう全然まだ喋れたもん全然いけるっす。うん、まあでもだから今日の一言、本日の一言、本日の一言、はい、大丈夫ですか。これはもう今日はじゃあトールに、いやもう山本さんしかないですよね、はい、MVP ですから今日は、はい、はい、いきます山本さん、5秒で浮かぶ本日の一言いきます。5、4、3、2、1。8割はです。いや、9割だ。やば。しかもそっち？そっち。本日の一言。いや、何事もそうなんじゃないかなと思って。だからもう前半の話忘れちゃってますよね。もうね。そうだね。だから。いや、それにも通ずるものありますよ、ね。あ、そう。え、それ自分。ああ、そういうこと。ってってこと？なるほどなるほど。なんかその悪い男に引っかかる女とかもいるわけじゃないですか。でも。その8割9割の部分忘れられない。うん、うん、え合ってるかな大丈夫かな。うん、まあ今なんとなく言いたいことは分かるけども、うん、まあだからなんつうの、痛い目見てもなんか悪い男に寄ってっちゃうとか、うん、ね、なんかそういう中毒性のあるものって、うんうん、世の中成り立ってんじゃないかなっていうね。確かにな。まあ、でもそれがないと人生つまらないっていうこともありますよね。そのまたお前同じような経験っていうかそっち行ったの、はい、みたいなさ、はいはいはい、
いやだってみたいなさ、うん、だから人を喜ばせるのも麻薬成分かもしれない、ね、あ確かにそうかもしれない、あのだって僕らみたいなさ、そうですね、なんだろう、人の前に立ってさ、なんていうの、笑ってくれたりとかさ、受けたりとか、自分のやってることがなんかこう評価されたりとかしたら、すごいなんかそれは何にも代え難い快楽があるわけだから、それをまた求めちゃう、そのなんかまあ言うたら快楽ですか、そうですね、快楽です、人間は9割は快楽で成り立ってるね、生き物だということで、そうですね、そうですね、またあのね、先週コラボ、はい、今回もコラボじゃないですけども、はい、来ていただいたんで、はい、来週も、はい、このメンバーで、はい、お届けしたいな、よろしくお願いいたします、思います、はい、皆様ご視聴ありがとうございました。これからも皆様を眠りへいざなう魅惑の時間にしていけたらと考えておりますので、ご視聴よろしくお願いいたします。今一度はがきの住所、郵便番号 151-0051、 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-10-44 階バルコニーは塚本隆の今夜も眠らせないと宛てまで。お相手は塚本隆と正人、山本と青柳でした。